こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はリンゴスターが語るツアービートルズの魔法ポール・マッカートニーとの友好関係についてです。リンゴスターはツアーに復帰しこれ以上望むものはないだろう。ロックの殿堂入りを2回果たしたリンゴスターは最近 CNN の取材に応じオールスターバンドとの現在のツアーについて語りました。僕らはみんなとても楽しいよつまり 僕は演奏するのが大好きなんだドラマーとして一人でステージに出るのはかなり気まずいことだ。ギターが何本か必要だし友達にも声をかけたんだけどそうしないとオーケストラみたいになってしまうから人を呼ぶのはやめたんだ。バンドはコリンヘイなどの現メンバーからジョー・ウルシュやビリー・プレストンなどの元メンバーまでスターのミュージシャン仲間が交代で参加するロック界のスーパーグループと言われています。 リンゴスターはビートルズは別々におかしくなったと語る昨年ビゴスターはコロナの陽性反応が出たため北米ツアーを短縮せざるを得なかったカリフォルニアアリゾナネバダといった州での日程で主に西海岸で行われているこのツアーは6月17日に終了するスターにとって最も古い友情の一つがビートルズのバンド仲間であるポール・マッカートニーとの関係です先日 ポールから電話があったよ。僕たちは親しい友人なんだ。兄弟なんだけど、僕は一人っ子だから、突然、愛せる、信頼できる、助けられる三人の兄弟ができたことは、僕にとって素晴らしいことだったよ。スターは、ビートルズの成功についてこう振り返る。四人の間に火花が散ったんだと思う。私たちはお互いを理解し、音楽が重要だった。言い争っているようが、 笑っていようが関係なく、全員が全力を尽くしたんだ。今日までの音楽は、どの世代も僕らを聴かなければならない、それは素晴らしいことだとスターは付け加えた。私たちを愛する必要はないが、私たちに耳を傾ける必要があるのは確かだ。スターは7月に83歳になる。誕生日の願いは、世界中のファンが、ピースラブをソーシャルメディアに投稿することだという。どこから来たのかわからないが、 私はただ、正午にみんなに平和の愛を投稿してほしいと言った。そして今、何百万人もの人々がそれを実践している。素晴らしいことだと思わないかと語りました。以上、ビートルズの魔法、ポール・マッカートニーとの友好関係についてでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただき誠にありがとうございます。これからも掲載を続けますのでビンゴスター そして、ポール・マッカートニーが来日されることを祈願してチャンネル登録をお願いいたします。